です。今日はですね、こちらのね、イシダイっていう魚をさばいていこうかなと思うんですけども、まあ、魚好きやってる人に対してはね、説明しなくていいと思うんですけど、一応説明しようかなと思うんですけども、まあ、イシダイ、テレビだと、もうね、アジとイワシ以外ね、この魚は高級魚だみたいな感じで言ってるんですけど、イシダイ、こいつに関しては、ガチの高級魚ですね。じゃあ高級魚なんだったらうまいのかっていうと、まあ必ずしもそういうことはなくって、どうだろうな。イシダイはですね、このごつい歯でね、何でも食べるんですよ。なんでね、食べてるものの幅っていうのはすごいあって、変なものがいるような海域で取れるイシダイっていうのはクソまずいし、いいものばっかりがある海域で取れるイシダイっていうのはもうね、他の刺身食えなくなるぐらいうまいです。めちゃくちゃうまいんですよ。で、今回は4日熟成でね、挑んでみようかなと思います。まあ、イシダイはね、塩焼きと刺身がね、僕好きなんで、特にね、塩焼きは格別にうまいんで、炭火焼きと刺身でね、食べていこうかなと思います。それではさばいていきましょう。まずは鱗から落としていきます。鱗を落とし終わったんで、頭をね、落としていきます。もうね、頭だけでめっちゃでかい、18センチぐらいある。なんか血がすごいな。関節が半端なところにある。おお、おおおおおお。いや、でも内臓脂肪すごいっすね、これ。もうギトギトじゃないですか、これ。え、これなんだろう、初めて見た。こんな部位。なんですかね、ちょっと知ってる人います？これ。血の塊みたいなものが入ってたんですけど。ちょっとよくわかんないんでね、一応切ってみましょう。中身も真っ黒。ああ、臭っ。腸にはなんかいっぱい入ってますね。ウニかな？ウニ食べてんのか、こいつ。あ、くさ。直帰もね、出てきました。回収していきましょう。これもね、ちょっと高いからね。あ、卵入ってる。卵入ってますね。ここ。ちっちゃい卵。卵。きめ細かい。シワキ用に頭をね、割っていきます。イシダイなんですけど、歯が2つに分かれてるんですよ。こんな感じで分かれてるんですけど、結構ね、くっついてて歯が欠けちゃったりするんで、ハサミでね、広げていきます。はい、これで広がりました。ということで、ここからね、包丁入れていきます。ガチャッと、こんな感じでね、開けました。ちょっと、はい、エラですね。なんか変な色してんな、これ。はい、できました。これをね、焼いていこうかなと思います。じゃあ、こっから三枚おろしにしていきます。いい感じの身、美味しそう。ちょっ
ょっとね、話変わるんですけど、最近ね、ようやく関節をね、見つけられるようになって、関節の切り方をね、ちょっと紹介しようかなと思います。背骨がこんな風に入ってるんですけど、ボコッとしてる部分の、ここね、ここに包丁入れると、切れるんですよ。このボコッとしてるとこ。こうやって。まあそれだけなんですけど、背骨の盛り上がってるところの頂点をね、切れば、こことか、すぐに、ね、切れるんで。油すごいな、これやばっ。縁側ですね、縁側。はい、完成しました。ということで、まだね、塩焼きは完成しないんですけど、待ってるとね、まずくなっちゃうんで、こっちからね、食べていこうと思います。でかいですね、これ。じゃあ、いただきます。うん、うまっ。まあまあ、うまい次第ですね。うん、もう臭みとかもそんななくって、で、油の乗り具合も結構ちょうどいいんですけど、あんまりね、石鯛のうまみっていうのは感じられない。じゃあ、いただきます。うめえ。
まっ。めっちゃうめえ。うまっ。やば。ちょっと塩かけすぎたな。これはやばいね。うますぎ。